ここに泉有りは、1955年2月12日公開の日本映画。中央映画制作、独立映画配給。監督は、今井忠し、主演は、騎手稽古。モノクロ、スタンダード、150分。高崎の市民オーケストラが、群馬公共楽団へと成長する、早々期の実話を舞台とした、ヒューマンドラマ。作曲家の山田耕作。 ピアニストの室井真也子がそれぞれ本人役で特別出演している第29回キネマ巡邦ベスト10第5位1989年大アンケートによる日本映画ベスト150代150位終戦直後結成された市民オーケストラは働く人や子供たちに美しい音楽を与えようと努力するが人がいいマネージャー間の奮闘にもかかわらず 学団員の生活は苦しかった。唯一の女性学団員、佐川か子は音楽学校を出たばかりだが、田舎にくすぶっていては、ピアノの腕が落ちると悩んでいた。新しく参加したバイオリンの早見は彼女を励ます。ものの、自身も苦しかった。解散やむなしと追い詰められ、最後と思って、利根源流の山奥の小学校へ行くと思いがけずの大歓迎を受け、みんなで、 赤とんぼをが死傷して感動する。草津にあるハンセン病療養では入所者たちが不自由な手で音のない拍手をする。早見とかの子は結婚するが、生活は苦しく、将来への不安も大きくなるばかりだ。軍学隊のぼりの工藤や丸谷は楽器を室に入れたり、鎮魂屋になったりして頑張っていた。伊田は東京から山田工作式の公共楽団とピアニスト、 室井麻也子を招いて合同コンサートを開くことにしたが、あまりに大きな技術の差に、一道は落胆。二年後、工作は、旅の途中で彼らの練習所へ立ち寄る。生活と戦いながら立派な楽団に成長したことに、安堵する。彼女は赤ん坊を背に、人々の心に美しい音楽を伝えるため、歩き続けるのだった。以下は、ノンクレジット本作では、 現代の大都市においても運営が難しい公共楽団を終戦直後の移植住にも困る時代に地方都市で立ち上げ活動することから当然のように押し寄せる困難な事態に事務方、楽団員が苦しみながらも山村の子供にも演奏を届けていくことなどで市民と共に歩む社会運動と変貌していく姿が描かれている。軍教初期のマネージャーだった。 丸山勝弘とは友人であり、軍協都市民の情熱的な活動に感銘を受けた、地元出身の市川喜一が、1952年に映画化を企画したのが発端である。企画から4年、脚本学校までに1年、撮影は6ヶ月もかかり、大変に厳しい状況で制作されていたが、群馬市民の積極的な協力により完成した。全国での上映により300万人を超える、 大ヒットとなり、日本中に感動と共に、軍教と音楽の街、高崎の認知を広げた。前編の演奏音は当初は、群馬公共楽団による演奏となる予定だったが、監督が東京公共楽団に変更を決め、群馬公共楽団は使われなかった。その当時のことを振り返って、プロジェクト X、挑戦者たち。で、楽団員は屈辱であったと語っている。 また映画完成後に、スタッフから、お前ら楽団が解散する前に映画になってよかったな、と皮肉を言われたことを語っている。ありがとうございます。